江夏は次の一球にカーブを選んだ。昭和54年日本シリーズ近鉄対広島最終戦、9回裏ワンアウト満塁、一打サヨナラのピンチ。江夏が投球動作に入る。 NHK 特集江夏の21球です。冒頭のようにも見えるこの1球が9回裏この場面の全てを決めることになった。この日本シリーズを中継で見ていて鳥肌が立ったのを覚えています。個人的には最も印象的なプロ野球のシーンです。さらにこのドキュメンタリーでプロ野球選手の技術の高さと高度な感覚、そして究極の場面での感情を理解することができ、野球の奥深さを感じました。橋本さん、どうもありがとうございました。アーカイブス特選、今週のこの時間はドキュメンタリー番組をお送りします。今日は昭和57年放送のスポーツドキュメント、江夏の21球です。プロ野球の日本一を決める日本シリーズ昭和54年は、赤ヘル軍団の異名を持つ広島東洋カープと初めてパリーグを制覇した近鉄バッファローズとの対戦でした。どちらが勝っても初めての日本一、3勝3敗といずれも譲らず向かいました最終戦、ご覧いただきます。広島が2点リードで始まりますが、途中追いつかれます。追加点を入れますが、なお迫ってくる近鉄、わずか1点差で9回の裏を迎えます。このマウンドには広島の守護神江夏豊投手が立っています。広島必勝のパターンかと思われたんですが、大きなドラマが待っていました。9回の裏、江夏投手が投げた5人の打者に対する21球、時間にして26分49秒を徹底的に分析し、野球の持つ面白さを描いたのがこのスポーツドキュメント、江夏の21球です。それではご覧ください。野村克也です。私はこの野球というのは、一つは確率と運と流れっていう3つの要素で構成されているような気がするわけです。それからまた一方では、野球っていうのは個人技の集合体、これの結合ですから、まあ組織と個人っていうことから、試合の中では人間の本当の本性って言いますか、性格だとか、あるいは毎日毎日訓練によって磨かれた技術だとか、そういうものの能力の発揮の上においてですね、何と言いますか、この人間の弱さだとか強さ、こういうものも野球には現れてくると、それが要するにドラマとなって展開されるんじゃないかという気がいたします。で、今日は一つこのドラマの中から見えない面白さ、要するにお客さん、観客席で見ておられる、あるいはテレビで見ておられるお客さん、そういう目に映ってこない部分の見えない面白さを今日は一つ取り上げてみたいと思います。私が考えますには、このプロ野球っていうのは半世紀が流れておりますけれども、これほどの格好の場面っていうのは出くわしたことがないんでありまして、これからもおそらく出るか出ないかわからないと思う、それぐらいの名場面が昭和54年、3年前の広島近鉄の日本シリーズじゃなかったかと思います。曇り空、難波大阪球場、1979年
30回目の日本シリーズは果たして近鉄が勝つか広島が勝つか3勝3敗で迎えた第7戦です。この日本シリーズは1戦2戦と近鉄が勝ちました。大阪球場で勝ちました。広島に移ってからは3戦4戦5戦とカープが勝ちました。昨日は近鉄が勝ちまして3勝3敗のタイです。果たして日本一に輝くのは近鉄かあるいは広島か。その試合が始まる頃、江夏はいつものようにロッカールームにいた。念入りなマッサージはリリーフに徹するようになってからの習慣である。江夏の左腕はプロ入り以来公式戦だけでもう4万3000球も投げていた。9勝5敗22セーブ。このシーズン江夏は全ての試合にベンチ入りし、広島カープにとって重要な試合には必ずマウンドに上がっていた。風は左から右に緩やかに流れております。小雨が降っています大阪球場。快晴の日本シリーズもついに第7戦は雨の中の試合になりました。この回の攻撃から内外野の照明がつきました。まだ試合が始まって25分は経っておりません。3勝3敗で迎えた日本シリーズ第7戦。広島が勝っても近鉄が勝っても初の日本一である。カープは1回に1点、3回に1点、6回には水沼のツーランが出ました。一方の近鉄は5回に平野のツーランホームランが出ました。そして加田のサードゴロで1点を返しまして4対3。9番福士に代わりまして江夏、9番ピッチャー江夏。さて雨の中三塁の投球練習場から江夏がゆっくりとマウンドに上がります。江夏は7回裏ワンアウトランナー一塁から後続を断ち、続く8回も近鉄打線を三者凡退に打ち取った。広島1点リード、マウンドに江夏。ゲームはシーズン中と同じ広島の勝ちパターンのまま9回裏を迎える。日本シリーズもいよいよ9回の裏、近鉄の最後の攻撃になりますが、果たして近鉄が1点を取って同点に追いつき延長戦にもつれ込むことができるかどうか。日本シリーズは第7戦を迎えまして4対3、カープが1点をリードして回は9回の裏、近鉄の攻撃立ちはだかります。江夏がマウンドに上がっています。9回の裏、近鉄の攻撃開始。第2戦で江夏からタイムリーヒットを打った原からの攻撃、今日はどうでしょうか。江夏第1球を投げます。シュートを打ったセンターの前、ライナー打球はセンターに行ったヒット。素晴らしい当たりのセンター前のヒット。江夏投げ終わって膝をがっくりつきました。あれだと思ったよ。というのは僕はもうこの回9回裏この1回放ればもう休めるっちゅうのがあったよね。もう野球しなくていいんだと今年は。多分自分たちは簡単にシュートでストライクとにいったよね。もう絶対にもう打ってこんちゅう自分の気持ちあったからね。1点リードで9回でね、やっぱりファーストバッターっちゅうのはやっぱ1球まず手出してこない、一応セオリーよね。ダイソーは藤瀬、背番号40、
今年この藤瀬は公式戦で27の盗塁を記録しております。ダイソーの切り札藤瀬を西本監督は土壇場のこの場面まで温存していた。送りバントか単独スチールか、それともヒットエンドランか、近鉄ベンチの揺さぶりが始まる。バッターアーノルド、一塁ランナー俊足の藤瀬。まだアーノルドには1球も投げていません。セットポジションに入りましたピッチャー江夏。バッターアーノルド第1球を投げました。シュートボール、アウトコースのシュートは外れました。ワンボーナッシング。日本シリーズの大事な9回の裏のマウンドです。先頭バッターの腹に打たれました。ダイソーは1塁ランナー俊足藤瀬、バッターは7番のアーノルド。今日3打席ヒットなし、ワンボーナッシング。今シリーズはまだヒット1本だけのアーノルド、大歓声の中のマウンド。腰を折って膝を折ってキャッチャーのサイン、水野のサインを受けました。うなずいた。ワンボーナッシングからボールをセットする。第2球を投げました。高めボール、江夏は執拗に一塁ランナーを警戒する。それがボールを先行させていくことになった。まず同点狙ってくるでしょ、これは当然として送ってくる、送ってくのは常識ね、うん、ただアーノルドっちゅう選手がバントできるかどうかっちゅう疑問はあるわね。ということでエンドランがあるんじゃないかなっちゅう気はしちゃったんですよね。ただ多いんじゃない、要するにエンドランが多いんじゃないかっちゅう気はしてるけど 100% じゃないわけですよ。もうそれはもうこのマウンドでのひらめきというか考えというかね、いろんなことがもあるよね一瞬のうちに。カウントワンストライク、ツーボールからピッチャー第4球、ランナースタート。キャッチャーからボールはショートネット、ワンバウンド。この場面は一塁ランナー藤瀬が単独盗塁し、慌てたキャッチャーの水沼がセカンドに悪送球したかのように見えた。当然単独スチールだと思います。単独スチール、はい、でもこの時のスタートというのは、非常に悪いスタートだったと思うんですね。こういうケースではそれも単独のスチールというのはあまりにも無謀だということでね、ボール投手になった時点でそのヒットエンドランもいいなというそういう感じになったわけですよね。西本監督は確かにヒットエンドランのサインを出したという。それを打者のアーノルドが見落としていた。いやもうこれはダメだと思ったですね。自分がスタートそんなに良くないスタート切ってたしね、それでアーノルドが見逃したいうことと、だから走ってる途中でこれはダメだという気持ちはありましたね。セカンド行くまでに手から滑り込んだ時にね、ボールが目の前通ったんですよ。ワンバンしてね、それが見えたんですよ。タイミングはアウト。近鉄が同点のランナーを失いかねない場面だった。やっぱり気が焦ってるんじゃないですか。まあ、これはもう家で何回も見たですけど、なんであそこでいい球を掘れなかったかなと思うんですよね。難しいバウンドバウンドなんですよ。アウトにできなくてもそれで本当に止めなきゃいけなかったんですよね、もうあれで僕はもうなんていうんですかね、もう緊張して上がるっていうんですか、もうあれでもうビビってしまってもうひどかったですね。責任がドッときた感じがあったです。走られたっちゅうこと、セーフになったよりか動いてきたっちゅうことがやっぱり自分でよう見つけんかったっていうのが悔いのことだね。ああマウンドの上で、あいたーってやられたかと、さっきそれ考えればね。だからキャッチャーがボート掘ったなんていうのはもうこんなの二の次ですよね、掘りたくて掘ったんじゃないんだ、結果だから、これは。ただ自分がああいう
走られたっちゅうの自分の責任やからね。ああと思ったよ自分で。ああこれは1点取られるなと思ったよ。でもサードも行ったらね。双方がミスを犯しながら、結果としてゲームの流れはこの一瞬に大きく近鉄に傾いた。ノーアウトランナー三塁、ピンチに立ちました江夏。得点は1点差です。ワンスリー、三塁ランナーは藤瀬、ワンストライクスリーボール。ワンスリーからピッチャー第5球投げた、落ちる球、ボール、フォアボール、真ん中低め外れました、フォアボール。ファーストランナーアーノルドに代わりまして、福石、ファーストランナー福石、背番号25。お聞きのように西本監督はまたもう一つを打ってきました。逆転のランナーが一塁。ここで広島ベンチは意外にも内野に対する前進守備の指示を出した。とにかくもう行ってもやるまいと、ランナー一三塁でサードに内野ゴロ行ったらですね、ホームでアウトにしようと、そして後でダブルプレーができたらのワンアウト一塁二塁に止めてですね、そういうふうなシフトしたいというふうにしたわけですね。普通だったら、1点リードしてますからね、まあゲッツー体制をするかもしれません。しかしそうするとですね、やっぱり江夏のピッチングというのを僕は殺すんじゃないかなと思ったんですね。ランナー一塁の時でも何て言いますか、警戒して結局カウントを悪くして、藤瀬に走られてですね、まあ二三ノーアウト三塁というような結果になりましたよね。そうするとワンアウト一三塁でも江夏の力からしたらもうとにかくバッターにですね、投げてくれた方が、抑えることができるんじゃないかなと思ったんですね。同点覚悟でダブルプレーを狙う場面で、小葉監督はあえて1点も与えまいという前進守備を選んだ。試合再開です。ノーアウトランナー一三塁でバッター平野、今日はツーランホームランを5回に放っています。内野は浅いポジションに変わりました。大歓声の中マウンド上は江夏、三塁ランナー藤瀬、一塁ランナー代走福石、いずれも俊足のランナー。第1球投げた、高め、外れた、ボール。三塁側のピッチング練習場では池谷がピッチング練習を始めました。得点差は1点あります。カープが1点をリードしています。ワンボール打線からピッチャーエナス、第2球を投げました、空振り、打ったバットが止まった、ボール。一塁の塁審はストライク、今度は平野が怒りました。あの球狙いに行ったんやけどね、あそこ来るやつはね、大体この人のパターンなんです。あれがあの球いうのは怖いんですよね。やっぱり掘るのが一つ間違ったら一番いい男球やからね。この試合であんまりカーブ振らなかったんですよね、ただこの試合ポッと放ってみて、あ、結構切れるなっていう気したんですね、自分で。だからこの後ずっと自分のパターンっていうのはカーブ感としたなというかね、でやっぱりあのカーブっていうのはね、一番怖いんですよ。怖い、サードランナーなんかランナーがおるときはワンバイになる可能性が多いから、そこからバッターは一番手が出やすいんですよね。平野への3球目、一塁ランナー福石が二塁へ走った。ノーアウト二三塁、一打逆転である。ただ走られなかった方が僕らは苦しかったですよね。一塁三塁で攻められた方が僕らは苦しかったです。やっぱり一塁三塁で守るってそれだけヒットエリアが広くなるんですよね。それともう一つ盗塁することによって二塁三塁になって開き直ったですね、守ってるもんも投げてるもんも。ここが近鉄ベンチとしては一番大きな誤算じゃないですか。
ランナー2人で出た時点で、このイニングにそのひっくり返そうという、やっぱり2点取れるそういうケースに持っていって相手を脅かすというかね、そういうケースの方が私はベターだという判断しましたよね、うん、どちらが読み勝っていたのか。小葉監督は平野を敬遠し満塁策を取った。ノーアウト満塁、得点は4対3、大詰めを迎えました。3勝3敗で迎えた1979年の日本シリーズは第7戦にもつれ込み、なお9回の裏近鉄の攻撃、4対3とカープ1点のリード、ノーアウト満塁。広島のブルペンでは2人のピッチャーの練習が続いていた。江夏をマウンドに送りながら控えのピッチャーを用意する、シーズン中の広島にはなかったことである。要するに対バッター対近鉄じゃなしに、対ベンチがね、首脳陣に対してね、何をしとんかいと、ここまでやってきてやね、要するにだから、たとえ負けた人は満足ですよね、悔いは残るかもわからんけど、ここまでやっておかれたんだという、だからなんでここまでやってきたらもう気分を害するようなことをするんかなっていう気がしたんですね、マウンドで。だから俺だって結局自分で生まれた種は自分で摘み取りたい方やからね、人にやってもらうとは思わんかったよね。だから要するに動いてもらいたくなかったわけよね、うん、さあ、ああ、江田先生だからもう納得だという、そういう言葉はたびたび聞けたわけよ、監督、それまでにシーズン中にでも、その言葉が僕にとってどんだけ嬉しかったか、うん、要するに信頼されてるっていうことだよね。それを最後の最後でこういう動きをしたっていうのが、自分自身寂しかったわけよね。江夏ほどのピッチャーだったらですね、当然そういうふうに思うだろうと思いますね。自分が自分以外にこのケースではないんだというのはことを考えて今までがずっと掘ってきたと思います。またそれだけの成績を出してきてるんですよね。だから当然それはもう考えることだと思うんですね。まあしかし選手権というのは3時間のゲームじゃないんですよね。ペナントと違ってですね、ですからこのケースではもうノーアウト満塁ということになれば、同点というケースはもう普通に考えてもあるということですね。ですから同点になれば、今度はうちが攻撃のチャンスの時にピッチャーの回ってくればですね、当然いいチャンスだったらチェンジせないかんと思います。その場面になってから作ったんじゃ僕は間に合わないと思ったんですね。時計の針は午後4時半に近づいている。日本シリーズの延長規定では試合は5時半を過ぎて新しいイニングに入れない。まだ1時間残っている。もし同点で延長になり、江夏のところで代打を送った時、誰がその裏の近鉄の攻撃を抑えるのか、試合の展開を考える小葉監督、チームの切り札を自負する江夏。人間っていうのは僕は絶対絶命の場面っていう時に本性っていうのが出るんじゃないかという気がしてるわけです。江夏ですらマウンドでいろんな心理状態が働いて、彼っていうのは非常にうぬぼれが強い、ピッチャーっていうのはうぬぼれが強くなきゃ止まらないっていうところにもある。そのうぬぼれから、あるいは経験実績からプライドというものが育っていく。まあそうしたことから小葉監督と江夏との非常にまあやり取りが面白いわけなんでありますけれども、一方の小葉はこの監督っていうのは一人のプライドのためにチームは犠牲にできないと、そういう観点から戦略的に状況を見ていると。まあ、なんか監督の条件の中に私は
この冷酷になれるかどうかっていうのも監督の条件の中にあると思うんでありますけども、まあ、いずれにしろエナスっていうのはそういう思いを引きずったままノーアウト満塁というこれ以上ない、ピンチに立ち向かなきゃいけないっていうふうになってしまったわけです。ピッチャーの山口に変えて代打は佐々木。果たして同点になることができるか近鉄、抑えられるか江夏。9回の土壇場です。内野は依然として浅いポジションに変わりました。カープの内野陣ノーアウト満塁。いずれも塁上は足の速いランナーばかり。近鉄バファローズノーアウト満塁。西本監督の動きが一段と激しくなる。偽装と言いますかね、もう丸々サインは分かるところで、相手からは分かるところで出しておるわけなんですよね。ですからそういう安心をさせないために何が起きるか分からないという偽装と言いますかね、そういう動作なんですよ。西本監督は佐々木の打力に全てを託していた。江夏対佐々木の勝負である。この場面で緊張せんとけ言う方がやっぱ無理な状態でしょ。僕自身はものすごい冷静だったと思うんですけどね。江夏さん の投球はこんなんだというあの投球パターンみたいなもんも打席に入れながらあの振り返るあの時間というか余裕というかもありましたしね。なんかこう打てそうな感じしてたんですけどね。代打佐々木、セットポジションのエナス第1球を投げました。カーブボール。ここで1球目インサイドカーブを放りましたね。これ一応ファールをでワンストライクを取ろうとしてるわけですね。ところが見逃してきた。しかも形があんまり崩れてませんわ、見逃し方が佐々木のね。でカーブをこれ狙ってるなという読みですよ。あれ普通ねストレート狙ったら見逃してももっと形が崩れますよ。カープが1点をリードしています。しかしカープは苦しくなりました。ワンボールナッシングからボールをセットしたピッチャー代2球を投げました。スライク。ああこれはカーブ狙ってきてるなと。でストレートですね。これはもう手が出ないですよね。ストレートを狙っててカーブならまだ手が出ますけども、これを佐々木が打ち損なってくれたと、これは大いに助かりましたね。近鉄と広島が日本一をかけて争います。ワンストライクワンボール。バッターボックスは佐々木。軽くバットを回しました。バットをもう一回回しました。バットが立って止まりました。セットポジションにエナスが入った。ワンストライクワンボールから第3球投げた。叩いたバッティング三塁線ファウル。バットに決めた。ファウル。グラブこうあの上くぐった時に抜けたと思ったんですけどね。だからその短い時間やけども、あっゲッツーやと思うんと、次の瞬間やったと思ったんと、こう2つの気持ちがね交差してきましたけどね。あファールか。ああよかったな思ったんですよ。まあ僕があんまり背が高くなくてよかったな思ったんですよ。なんか生実家大きくてね、もう少しでもグラブに当たったりしてるともう不安になってますからね。あとわずかに2、30センチ右にあれば、その打球はキャンバスを越えていったことでしょう。わずかに左に切れました。カウント2エンド1。得点が4対3とカープが1点のリード。マウンド上は江夏、受けるキャッチャーは水沼。カープは依然として浅いポジション。そのファールの直後だった。一塁手衣笠が江夏のところへ近づき何事かを囁いた。おいもうお前やめたら俺もやめてやるから、うん、まあブルペンで動いたことよね、うん、そこはもう俺頭が分かるわけよね。こいつには嬉しかったよね、
もうこの時の周りのムードいや、なんか例えば100人よったら99人までが近鉄ファンや気したもんね。要するに俺と同じ気持ちでいてくれるやつがいるっちゅうことだけで恐れしかったもんね。ブルペンはブルペンでいいじゃないかと。とにかくここのケースで今お前ボール持ってるのはお前だから、お前が投げなきゃ絶対始まらないじゃないかと。だからもうそんなもう一切もう外を見ないでキャッチャーとバッタだけ見て勝負せよと。お前は別に他のことを考える必要はないと。とにかくお前はお前なんだから、お前らしさをここを出して打たれるならすっきり打たれてしまえと。中途半端に投げて中途半端にこのケース終わって負けるっていうことはやっぱり許せなかったですね。ただこの時は本当ムカムカしとったんだ。こういうサチの一言で、うん、ものすごく気楽になった今ね、うん、開き直ったらね、うん、負けたなと、うん、もしそれなら気持ちよく負けようかと、うん、俗に言う日本の昔の特攻隊じゃない、うんうん、ボタボタでどういうかな、1点入って外野フライとか打たれるよりか、それがカーンとライナーでマシンで当てられて綺麗に負けたかったね。ノーアウト満塁、しかし佐々木をツーエンドワンとピッチャーの江夏が追い込みました。大詰め土壇場を迎えました。日本シリーズは第7戦カウント2ストライク1ボール、バッターボックスは佐々木。間合いを取りますピッチャー江夏、一つ首を横に振りました、もう一回横に振りました、決まった、ボールをセットする。2エンド1から第4球を投げた、カーブを叩いた、打ったファウル。追い込むまではいかに内野ゴロを打たそうかっていうコンビネーションですね、ここまでは、うん、そして追い込んだ、これは三振に取れると。でこの2ランからの次の球はこれカーブで、はい、要するに空振りを狙いにいってるんですよね。右の膝に右手のグラブを打ちました。エナス頷きました、沖の身にうざついた。2エンド1から投球は5球目、セットポジションから第5球を投げた、低め直球ボール。このエナツらしいのはね、ここでは意識的にボール投げ挟んでますね。ストレートの捨て球を挟むっていうところがミソですね。コンビネーションの中で一瞬迷いが出るわけですよ。ストレートを挟まられることによってバッターの方がもうわけわからなくなるわけですよ。何に絞っていいか。カウント2エンド2、投球6球目、4対3カープ1点のリード。マウンド上エナス、あと3つのアウトが必要です。エナス日本一になるにはあと3つアウトを取らなくてはいけません。近鉄はノーアウト満塁、2エンド2から投球6球目、セットポジションからピッチャーエナス第6球を投げた、カープ三振。ストライクじゃなくてボール、これもストライクならなんとかバットに当たるんですけどね、ストライクゾーンから、しかも先ほどのストレートの同じようなところからカーブを掘られてる。いやーこれはなかなかね見逃せない。まあこの球を見逃せるとすれば長嶋が多いでしょうね。代打佐々木三振。6球のうち江夏がストライクゾーンに投げたのは2球目、外角への直球だけである。そのストライクを見逃したことが2人の勝負を分けた。あの場面はピッチャーもどうしてもこうストライク欲しい場面だしね、どんなボールにしろあれ以上こう遊んでくるような場面じゃないわけですよ。まあ1球目は様子見に来て、2球目もあの場面は絶対いかに江夏さんといえども、絶対にストライクが欲しい場面でしょ。だからその場面でなんで自分がこう待つ気になったのかなという腹立たしさというかね、だからもうあそこで打ってたら、だからそういうことを考えるとやっぱり本当もうその2球目の悔いがもう野球生活の全てじゃないですかね。だからもう一回何がしたい言ったらやっぱりもう一回これがしたいですね、この場面がしたいです。
ワンアウト満塁。石渡は今日はヒット1本。これが5回目の打席です。大詰め、土壇場を迎えました。日本シリーズは第7戦。これでですね、ダブルプレー食らえばその試合は終わりになるという、そういうケースが出てきたわけですよね、これで。ところが私は石渡に、3球とも全部打てと、ことに初めから、打ち気で絶対いかないとこのピッチャー打てない、点にならないという、そういう話をね、かなりこれぐらいの時間かけて話してるわけですよね。スクイーズもあるかもしれないからサインをよく見とくように、まあサイン出るまでまあ思い切っていけと、もう初球からまっすぐだけを狙ってですね、もう行こうと思ってましたから、まあ最悪っていうか、まあ外野フライでいいなと。ワンアウト満塁。塁上にランナーがいます。いずれも俊足のランナー、三塁ランナー藤瀬、二塁ランナースキーシー、いずれも代走、一塁ランナー平野。あとアウトカウントを2つ取りたい江夏。ピッチャー第1球を投げました。カーブ、ストライク入りました。インサイドカーブが入りました。ワンダッシング。この1球向こうが見送ってくれたおかげで、まずスクイーズっちゅう自分で来ましたですね。というのはあまりにも簡単に見逃してきたでしょ。打ちに来たサイドがなけりゃ、ただ要するに待ってるだけでしょ。ボールを見てるわけよね。タイミングを測ってるわけよね。この時には俺はもう動いてくるなって気がした。これは要するにスクイーズよね。その3球とも打てという、そういう風に送り出したバッターにしてはですね、いかにもあっさりその初球のストライクを見逃しとるわけです。前向きの気持ちがなかったなという、そういうふうに映ったですよね。だからその打ちに行くよりも自分が静止した状態でバットを出すバントの方がバットに当たる確率は多い、して、1点を取る確率の多い戦法であるというね。僕らもこれはスクイーズが可能性がもう高いと思ったですから、我々はもうバッターの構えというよりもランナーの動きしか見てないわけですね。このケースではランナーというのは気が早ってですね、とにかくフォームに早くこうつきたいというのは当然ですからね。ですから早いスタートを切りますからね。西本監督には一つの苦い思い出がある。昭和35年、大前の監督時代、太陽と戦った日本シリーズでのスクイーズ失敗である。当時ミサイル打線と呼ばれ猛打を誇っていた大前が4連敗した原因だとも言われた。パ・リーグ優勝を果たしながら彼はその年監督の座を追われた。またここで、やったら、しかも失敗したら叩かれるのは決まっとるというね、だけども手をこまぬいてね、そして、アウトを重ねていくよりも一番自分で確実な点の取り方だ、方法だという、そういうものを選んでね、そしてやってそれで失敗して攻められるなら、これも致し方ないというね。1球目、アンパイアがストライクのコールをするのと同時に西本監督はスクイーズのサインを出した。あ、出たなということで、その時のまあスクイーズはってこう復習してました。要するにまず、バットに当てて転がそうと。
そして2球目。水沼がキャッチャーミットの陰で指を動かす。江夏がうなずく。江夏は次の1球にカーブを選んだ。江夏が投球動作に入る。その一瞬である。冒頭のようにも見えるこの一球が9回裏この場面の全てを決めることになった。うなずいたピッチャー江夏、セットポジションから第2球をスクイーズ外した。3分間に挟まれたキャッチャーの水沼を持っていく。タッチアウト。スクイーズ失敗。三塁ランナーの方をパッと見たですよね、そしたら藤瀬がこう走ってくるのが見えたんですよね。まあこうやって横目で見たら見えますからね。僕らベンチの選手がほとんどの選手が前に出て走ったというのを言ってるんですね。前におった連中がそのくらいみんなも集中してましたし、藤瀬のスタートもものすごく早かったんです。やっぱり気持ちの焦りがあったんでしょうかね。これかなり早いですよね。止まるわけいかんですからね。後ろランナー来てるし、まあノーアウト、ワンアウト満塁でその挟まれたところで、あとはもうランダムプレーでこう挟まれるしかないし、もうそれより先にもう外されて水沼さんがボートがバッと来た時にはもう目の前まで来てましたからね。投球モーションに入る。足が上がる。腕を振り上げた時、石綿のバットがわずかに動いた。投球モーションに入った時、ボールの握りはカーブ。バットが動いた。スクイーズだ。0コンマ0何秒かで江夏は球を外しにかかる。水沼が立つ。ボールは冒頭のように見えた。しかし曲がり落ちて石綿が突き出したバットの下をくぐる。水沼のキャッチャーミットにボールは吸い込まれた。カーブであるために球がその予期したよりも遅いわけですね。遅いのそのまっすぐのタイミングでこうスクイーズしにいっとるわけですよ。伸びてね。これが不成功に終わる。あれが重心が移らないでそのまま遅い球を待っててこのまま当てていればですね、やれないそういう球じゃなかったというふうに思うんですけどね。この時にはもう外すつもりでない。もう外すつもりだったんです、うん、だからバックに入った時はまだ要するにウエスのつもりじゃ放ってないもんね、うん、だから要するにはっきり分かるっていうのはやっぱりこう入ってこのトップのところでしょうね。ここで来たって感じでここから外されたんですね。まあ外されたとは思ってませんけどね。まあ今も思ってませんけどね。ウエストボールって言ったらやっぱりまっすぐでやっとこう全然届かないとこを放ると思うんですよ。でこの場合十分にバットにも届くし、だから普通に投げたボールがすっぽ抜けてあそこに行ったのかなと。さんはなんか石原さんの動きがちらっとこう目に入ったんですよ。それ投げる、うん、投げる直前なんですよね。それで外せるもんですかね。もう常識では考えられないですよ。カーブのウエストなんて今は前代未聞でしょ。だから俗に言うもまぐれに近いような賭けやったよね、うん、普通のピッチャーならカーブのサインでああいうとこ外せんですよ。暴投なるか地面叩きつけるか、そのカーブの握りで持ちたらね、ボールは。だから自分でこんなことできたの不思議やっちゅうんですよね。いかに冷静だったかちょっとね。うちの場合にはですね、外す場合に
カーブのサインの時はカーブで外そうというふうにしてるわけですね。でないとキャッチャーが取りにくいケースが出てくるわけですね。ピッチャーも走ったということでカーブの握りしてるのにですね、それをまっすぐに握り替えて投げることは非常に難しい、ね、もう最高の技術じゃないでしょうかね。ですからもうカーブのサインが出てて、そのサイン通りのボールで外そうということにしてるわけ、してたわけなんですね。これはシーズン中からもそうですやってました。いやこんなもん普段練習してできるもんじゃないでしょ。例えば今年 のプレーオフで、まあ、うちはバンド広岡さんに散々やられたよね、うん、そういう練習もやったですよ、うん、一瞬のうちに外せとか、まあ、練習しましたけどね、うん、練習はあくまでも練習で、だからもう一回今度ああいう場面であんだけのことをしてみろって言ったら自信ないもん。このそれほど結局ピッチャーにとってこの、まあ、自分がやったからいいんじゃないしに神業に近かったよね。うなずいたピッチャー江夏、セットポジションから第2球をスクイズ外した。3分間に運ばれたキャッチャーの水際を持っていくタッチアウト、スクイズ失敗。スクイズは空振り、外されました。石綿右手の腰のところにギーッと腰に右手を置きます。藤瀬が思い切って突っ込んできました。空振りして受けたキャッチャーの水沼が掴んでさーっと走っていきました。タッチアウト、ツーアウトランナー二塁三塁。三塁ランナーがスピーチ、二塁ランナーが平野に変わりました。ノーアウト満塁のチャンスがツーアウト二塁三塁と変わりました。もやがかかってきました。外野の方がだいぶ煙っております。依然として雨が降っております。4対3、ツーアウトランナー二塁三塁。さてあと一つ取れば広島初の日本一が決まります。しかし近鉄としてはまだチャンスです。ツーアウトランナー二塁三塁、第3球を投げた、打つ、ファウル。スタンドに上がりましたファウル、投球は4球目。日本シリーズの第7戦、日本一を決める勝負は9回まで続いております。さて、2エンド1から投球4球目。セットポジション体制に入りますピッチャー江夏、打つバッターは石綿。ツーアウトランナー2塁3塁、投球は4球目。サインが決まった。1つうなずいた、もう1つうなずいた、お気のみにうなずいた。ツーナッシングからピッチャーの江夏、第4球を投げたか、かなり三振。見事なピッチングで広島を日本一に持っていきました。9回裏、時間にして26分49秒、江夏は21球を投げた。この場面を見て、この私の野球人生において、またこの人間の本性、まあそんな意味でいろんな教訓があったような気がするわけです、特に私は感じたのは、開き直るっていうことはそう簡単に使っていい言葉じゃないっていうことを、まあ、教えられたのが非常に印象に残ってるわけですけれども、まあそれにしてもこのドラマ、あの一球でもってこの勝者と敗者を決めてしまう、まあその辺の明暗を分けてしまう一球の恐ろしさっていうのもしみじみとまあ感じたわけでありますけれども、あの一球のことを今でも人はこの
偶然の一球だという人もあれば、江夏本人はこの神業だという言い方もしておりますが、私は彼が12年間歩んできた野球の過程の中で生まれた一球じゃないかと、そんな意味で家庭が生んだ奇跡の一球というように、まあ頃の赤ヘル軍団は実に強かったですね。番組で取り上げた昭和54年に続く55年も日本一に輝いています。一方の近鉄ですけれども、近鉄は今まで4回日本シリーズに登場しています。しかし12球団中唯一日本一になったことがありません。ですから近鉄が最も日本一に近づいたのは、あの昭和54年の第7戦の9回裏だったと言えるかもしれません。あの運命の9回の裏、広島のセンターを守っていたのはミスター赤ヘル山本浩二選手でした。今広島の監督をされている山本さんにあの場面を振り返ってもらいました。結果的にあの勝ちましたけど、ほんのちょっとのことで気持ち一つで立場は違ってたと思いますね。佐々木、ね、これを打ち取った時に、おこれならっていうのは、ノーアウト満塁をまず最初のバッター打ち取った時っていうのは、意外とおこれなら点が入らんかなという思うんですよ。で今でもね、あのノーアウト満塁のケースで例えば攻撃してる時に、お前で決めって言うわけです。最初のバッターで決めないと後のバッター当然プレッシャーかかるわけです。まだワンアウトだからじゃないんですよ、ものすごいプレッシャーなんですよ次のバッターは。だから最初のバッターで決めないと点が入らないっていうケースはかなりあるんですよね。スクイズをサインを出すっていうのはものすごく勇気のいることなんですよね。もう確実に1点を取らなきゃいかんというケースですからね。だからそのタイミングっていうのはものすごく難しいと思うんですよ。それで成功すればよしというかなりのその出す時のサインを出す時のプレッシャーっていうのはあるんですよ。ピンチを迎え、ブルペンに交代用のピッチャーを送った広島ベンチ、それを見て動揺する江夏投手。その時ファースト衣笠選手は江夏に近寄り、お前が辞めるなら俺も辞めると言って気持ちを沈めます。江夏のところへ歩いて行ったのも勝ちたかった、まず一番は勝ちたかったんですね。で勝つために何が必要か、まずこのピッチャーをいかに冷静にすることか、彼の力をもっとすれば絶対に抑えられる、であのファールが出た後やっぱりいかに江夏でも動揺してるなと、彼と一緒の気持ちで私も頑張ってる、チームメートも頑張ってる、だからもうお前しかいないと、みんながお前頼りにしてるんだ、それはもうシーズン中もそういう戦い方してきましたし、だからこのケースが不満であってもう後でやめるんであれば一緒にやめてやろうじゃないかと、そういう気持ちなんだと、だからどうしても勝ちたいと、それだけですね。だからね、あの場面いろんなものが、僕はね野球という要素のいろんなものがあると思うんですね。例えば野球というゲームはアメリカで始まってもう150年経ってるわけですよ。同じことをしてるんですよずっと、ところがやってる人がうまくいくとき、そしてうまくいかないとき、どこが違うの？心の揺れ動きですよね。人がやってるっていうことですよ、だからきっと冷静な場面であの石渡という選手が同じボールが来たら当てますよ。ところがあの緊迫した場面でもうサインを受けた、そこから何十秒の間にもう精神的に混乱してるわけですよ。だからあそこで冷静になれないんですよね。まあそこが野球の面白さ、人がやってるという、人というのはその場面その場面いろんなものを見せてくれる。だから
本当に野球というゲームの面白さというものもあの場面見ると感じますよね。どんな大選手でも生身の人間だから何が起こるか分からない、そこが野球の面白さ、全くその通りだと思います。まあ、それにしましてもあのスクイズを外した江夏投手の一球、ご本人は神業だと言ってました。で、小葉監督は本人の資質と修練の賜物だと分析しました。また一方の近鉄で外された石畑選手はカーブの握りでギリギリまで持っていてウエストボールを投げるということはまず不可能で信じられないと言ってました。こういう話を伺っていますと野球というスポーツに恐ろしいほどの魅力を感じました。では次回の番組です。巨額な財政赤字を解消するために招集された臨時行政調査会、その会長を務めるのは土光敏夫。目出しの土光さんと呼ばれた質実な暮らしは国民の共感を呼びました。 NHK 特集85歳の執念、行革の顔土光敏夫です。